宮島義文は、日本の政治家、臨床検査技師、細胞検査士、自由民主党所属の参議院議員、日本臨床衛生検査技師会会,会長を2期務めた、他、中央社会保健医療協議会専門委員、財務大臣政務官などを歴任した、長野県下岩郡安岡村出身、長野県阿南高等学校卒業後、帝京医学技術専門学校に進学、 臨床検査技師となる道を選ぶ。1972年4月、長野県に入庁。20代から30代は、山間地域の医療を担う長野県立基礎病院、阿南病院に勤務。往診の際、患者だけでなく家族の健康状態も尋ねる医師の姿勢に、医療とは社会を見つめるものであると考えるようになったという。その後、 長野県立子ども病院副院長などを務めた後、2010年に基礎病院に戻り、副院長に就任、自ら立ち上げた医療技術部の部長を兼務、チーム医療の強化や人材育成に尽力した。2012年に日本臨床衛生検査技師会会長に就任、2期を務めた2016年7月、第24回参議院議員通常選挙に、 自民党公認で、比例区から、日本臨床衛生検査技師会の組織内候補として、立候補。検査技師会のほか、日本衛生検査所協会や日本、臨床検査薬協会、日本臨床検査薬卸連合会など検査、関連団体の支持を幅広く集めて初当選した。当選後、政和政策研究会に入会。2019年4月8日、 栃木県那須塩原市長選立候補のため、参議院議員を辞任した渡辺道太郎の公認として、財務大臣政務官に任命された。現在も生まれ故郷の安岡村に、父と母、妻の4人で暮らしており、参院選の際には地元で選挙活動を行っていなかったにもかかわらず、同村を含む南新州地域からは2,264票の得票を得た。 参院選の際は、平地医療に従事してきた経験から、国民の健康を大切にする国づくりを掲げて選挙に臨んだ。国民皆、保険制度を日本が世界に誇る制度として、その堅持を主張している。また、地域医療を支える、地域産業を育てることの重要性を指摘している。ありがとうございます。